タイトル、心配事や不安が消える心の整理術を一冊にまとめてみた。著者、松原雅樹。チェックポイント1、心配は実体を持っていないので、実際に捉える必要はありません。代わりに、常に現在に焦点を合わせることで、目の前のものや出来事に注意を向けることができます。チェックポイント2、10年前の心配事のうち、今現実化しているものはほとんどありません。不安に包まれている場合は、この心配は10年後も続くだろうかと考えてみましょう。チェックポイント3、苦手な人と接するとき、その人を私の苦手なさんというよりも、この瞬間を共有する貴重な人と考えると穏やかに接することができます。心配から解放される方法。今に集中する。心配から解放されるためのヒントは、心配には実体がないということを知ることです。心配は実体を持っていないのにもかかわらず、私たちは心配に多くの時間を費やしています。そして心配にとらわれている間は、誰もが今に目を向けることができません。しかし、常に今に焦点を当てる練習をすれば、心配から解放されることができるのです。心配に心を奪われると、答えを見つけるために必死になり、身動きが取れなくなってしまいます。そんな状態に陥ったら、一旦答えを出してしまいましょう。大丈夫なるようになると声に出して、未来のことを考えるのを止めましょう。すると、視線が未来から今に引き戻されて、目の前のものや出来事に集中することができます。一瞬一瞬の尊さに気づく。すべてのものは常に変化しており、同じ瞬間はありません。このことに気づくと、今の尊さに気づくことができるはずです。一瞬前は二度と戻ってこないし、今この瞬間にも、私たちは次の一瞬を迎えています。この貴重な一瞬を存在しない未来の妄想に使うのはもったいないです。どんなに頑張ってもなるようにしかならないという前向きな考え方でいたいものです。毎日を新しい心で生きる。誰しも自分はこういう性格、昔も同じような失敗をしたといった風に、自分の経験を基準に物事を見ることがあります。しかし、過去を基準に物事を考えると、私は根気がないから次の職場も合わないかもしれないと心配が増えるばかりです。そんなネガティブなスパイラルに陥らないよう、毎日を新しい心で生きるようにしましょう。過去や未来にとらわれずに、赤ん坊のような心持ちを保つことが大切です。雨が降った時に嫌だなと思うのは、過去の経験と今日の雨を重ね合わせているからです。雨の日も風の日も同じ1日なのですから、目に映るまま、ありのままに今日という日を受け入れることが大切です。気にしない心を鍛える方法。感情や思考は自然に湧き上がるものです。ただし、心の安定を保つためには、湧き上がってくる感情や思考にとらわれずに対処することが重要です。最初は難しいかもしれませんが、習慣化するまで続けることで、気にしない心を鍛えることができます。心の免疫力が高まり、些細なことに振り回されなくなるのです。心の整理術で不安を和らげる方法。泥水の入ったコップを静かに置くイメージを思い浮かべてください。泥水で濁ったコップを静かに置いていくと、波が収まり、重いものが沈んでいきます。すると、コップの中身が見えるようになります。心の状態も同様で、ネガティブな感情や思考が湧き上がった時は、まるで泥水のコップを置くかのように、心を落ち着かせましょう。座禅などの瞑想も効果的です。静かに座って心を落ち着かせると、心の波が収まり、自分の悩みや迷いが見えてくるでしょう。そこで自分自身と対話し、本当の気持ちに向き合うことも大切です。心配したことを疑ってみる。心配したことについて疑問を持ってみましょう。本当にその心配は必要なのかな？と自問自答してみると、新たな視点や発想が生まれるかもしれません。
例えば他の人が優秀でもそれは学ぶ機会だと思えばいいのかもしれないと考えることで前向きな意味を見つけることができるでしょう。心配事は10年先まで続くだろうか。10年前に悩んでいたことを振り返ってみましょう。その心配事が現実化していることはあったでしょうか。おそらく過去の心配は立ち直ったり笑い話になったりしたことが多いはずです。そうした経験を思い出すことで現在の心配も軽く感じることができます。さらに将来の10年先を考えてみましょう。この心配事は10年後にも続いているだろうかと自問してみます。もし心配が続くとしてもできることに取り組んで対処しましょう。できることがない場合は思い切って心配事を忘れることも必要です。心地よく生活するためにいらないものは手放す、不要なものを手放すことでそれを維持する負担から解放され心に余裕が生まれます。不要なものを断捨離することで今に集中できるようになります。身の回りを整理し溢れたゴミ箱を空っぽにすると新しい可能性が入ってくるでしょう。外出する前の5分を部屋の片付けに使うのも良いアイデアです。感謝の気持ちを持つ、前向きに生きていくためには常に感謝の気持ちを持ち続けましょう。感謝の心は強く前進するための基盤となり物事をシンプルに見る力を与えてくれます。この世に生まれ存在していること、他人の存在によって自分の生を感じることができること、感情を持ち成長できること、毎日食事が取れること、屋根のある場所で眠ること、どんなことにも常に感謝の気持ちを持つように心がけましょう。幸せだから感謝するのではなく、感謝の気持ちが幸せを引き寄せてくれるのです。そのことを忘れずにいつもありがとうという気持ちで生きていきましょう。心の中に一輪の花を咲かせる。一輪の花はその凛とした姿から美しさと力強さを感じさせます。華やかさや贅沢さでは花束にはかないませんが、一輪挿しには人を引きつける力があります。その理由は、誰かに見られていなくても一輪の花は自ら咲き続ける強さを持っているからかもしれません。一輪の花は寂しさを感じさせず、他と比べる必要もなく確固とした自己を示しています。小さなことにくよくよ悩まず自分自身を曇らせない生き方をしたいなら、いつも心の中に一輪の花を咲かせておくことが大切です。もやもやと上手に付き合う、本当にやりたいことを見つける、心配事にとらわれるのは時間があるからかもしれません。今を充実させ、心配する時間を減らすためにはどうでしょうか。今を充実させるためには、やりたいことノートを作ることをお勧めします。ノートとペンを用意し、毎日自分がやりたいことを10個書きましょう。思いつくままに10個だけ書いていくだけで構いません。後半になると、本当にやりたいことが数個残るようになり、自分の本当の願望に気づけるでしょう。本当にやりたいことに時間を使えば、心配事にもやもやする機会も減るはずです。他者との境界を取り払う。なぜ私だけが苦しいのだろう。自分だけが悪い役割を担うことになってしまうのはなぜだろうと、自分中心の考えにとらわれるときは、顔を上げてみましょう。そして目の前を歩いている人と私との間には、本当に境界があるのだろうかと考えてみるのです。自分だけが不運なのは、実は自分自身が引いている境界線のせいかもしれません。私も苦しい時があるけれど、あの人にも必ず苦しい時はやってくる。そう思えると、境界線は消えてしまい、不幸なのは私だけではないと気づけるはずです。他者との間に境界線を引いてしまうのは、ネガティブな状態になっている時だけではありません。自分が特別な存在だと思い上がっている時も同じです。私は以前、ある実験を行いました。最初の10分は大通りを歩きながら、私は特別な存在なんだ。みんなとは違うんだ、と思ってみました。すると、目の前を歩く人たちが邪魔に感じられたのです。
次の10分間はみんな同じ人間なんだという気持ちで歩いてみました。すると、あの人気分が悪そうだな、この人は派手な服を着ているなと、異なる視点で景色が見えてきたのです。自分は特別だと思い込んでしまうと、他者との間に境界線が引かれ、感情的にも距離が生まれてしまいます。すると些細なことでイライラしてしまい、その空気を感じた人たちが離れていって、いつの間にか孤立してしまうかもしれません。そうならないように、みんな同じ人間なんだという意識を持つようにしましょう。そうすればイライラや不安はなくなり、他者とのつながりを感じながら生きることができます。苦手な人も何かの縁と考える。どんなコミュニティにも苦手な人はいます。どんな人ともうまくやっていくことはできません。インドの仏教の教え書ダンマタダには、嫌われている人は一人もいないと書かれていますほどです。しかし、苦手な相手と出会ったのも何かの縁なのです。異なる場所で生まれ育った人が同じ日同じ場所で出会う、そう考えるだけでその出会いが奇跡だと感じられるはずです。さらに言えば、その出会いで交わした会話はこの地球の歴史の中で二度と繰り返されないものです。自分にとっても相手にとっても貴重な瞬間を共有していると思えるようになると、互いを尊重する気持ちが生まれるでしょう。私の苦手なさんというよりも、この貴重な瞬間を共有する相手と捉えてみてはいかがでしょうか。この時間が早く過ぎ去ることを願うのではなく、二度と戻らないこの時間を少しでも良いものにすることを考えると、相手に対する態度も変わってきます。あなたの姿勢に他の人が共感し、そこにはハーモニーが生まれるのです。会議室であろうと電車の中であろうと、あなたは一人でハーモニーを奏でる存在だと思えば、行動も変わってくるでしょう。この本は国際的に活躍する著者の経験に基づいて、誰にでも役立つ考え方のコツを分かりやすく教えてくれます。はじめににも述べられているように、著者の祖父は禅僧の松原康道であり、101歳で亡くなるまで100冊以上の著書を残した人物です。著者自身も祖父の考え方や著作に影響を受けながら、現代の人に合わせて内容をアップデートしています。仏教やマインドフルネスの考え方は実践的で、人生をより豊かにするものです。この本を読んで、その温かい思考に触れてみてください。きっと心が軽くなる一冊となるでしょう。